難関資格の最短ルートはアガルート。はい、皆様こんにちは。アガルートアカデミー講師の谷山と申します。さあ、今回の動画のテーマはこちらになります。東京大学法科大学院ロースクールの特徴攻略法を解説、難易度や合格率はどのぐらいということでお話をしていきたいと思います。さて、今回の動画なんですけれども、司法試験をねこれから受験しようと、そのためにですね法科大学院に入ろうと考えている方結構多く最近いらっしゃいます。でそのような方々がどの大学院に入学すべきか迷っている人結構多いんですよね。ですからそういった受験生の大学院選び、ロースクール選びの参考として、有名ロースクールの特徴や難易度について解説をしていこうというふうに思います。で今回はその中でも日本最高峰の大学、言わずと知れた東京大学法科大学院の特徴や入試の内容、倍率などを見ていきますので、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。はい、早速ですけれども東大ロースクールの特徴を深掘りしていきましょう。まずは皆さんが一番気になる司法試験の合格実績というのを確認していきたいと思います。令和5年度の情報になりますけれども、受験者数に関しては315名受験しました。その中でなんと合格者は186名、合格率に直しますとなんと 59.0% ということになっています。これはかなり合格率としては高い方になりますね。で合格者数では京大ロースクールに次いで2位ということになっています。でこの2位というのは慶応ロースクールと同率だというふうに押さえておいていただければというふうに思います。さあ、入学の費用です。入学の費用に関しては国公立ですので、入学金282,000円、そして授業料804,000円ということで、これ年額ですね、年額804,000円ということになっています。これはまあ国公立は基本的に同じだということですね。でさらに東大ロースクールの特徴です。まあ、3つここでは挙げておきましょう。まず1つ目、最高峰の教授陣による双方向授業というものが挙げられます。これももう言わずと知れたところでね、皆さんがお持ちの基本書、参考書、そこにも名前があるような方々が教えられているというところがありますよね。でその中で原則として35から60名のクラス制による双方向授業が展開。これがまたね、面白くもあり楽しくもあり、ね、知的興奮もありながら大変でもあるというところではあります。で授業を担当するのは法学を志す者にとって知名度の高い超有名教授陣ということになります。どこかで名前を聞いたことのある方々が非常に多いということですね。でそんな最高峰の教授陣から近い距離で指導が受けられるという点が東京大学法科大学院の最大の特徴ということになっています。これはね、私の周りの教え子であったり受験生受講生も同じようなことを言っています。皆さんね、ここは非常に素晴らしい授業が展開されている、非常に高度なんですけれども内容的には素晴らしいし、試験に役立つ、最終的に試験に役立つような指導になっているということにはなっています。2つ目に関しては学習過程での困難を解決する学習支援体制というものがあります。これは各ロースクールね、いろんな対策はしているところではあるんですけれども、東京大学法科大学院では司法試験に対する不安を解決するため、まず学習相談員と心理カウンセラーが協力する学習相談室というのが設けられているということになります。さらに教員1人がクラス顧問として配置されている。でこういった制度を採用しながら司法試験に対する不安というのを解決するようなシステムができているんだということになりますね。3つ目は学生自習室等の設備です。これも各ロースクールあるところではあるんですけれども、指定席制の自習室が全員に割り当てられ、さらに自習室では判例検索とのデータベースの利用が可能ということになっています。判例検索に関してはロースクールでは本当にいっぱいあります。そしてこの判例検索ね、受験生の中では、なかなかねできないとかやらないという人もいるんですけれども、実は試験にすごく直結している部分ですからね、こういった部分も非常に大事になってくるかなというふうに思います。さあ次にですね、東大ロースクールの試験内容や難易度というものを見てまいりましょう。まずはですね、試験内容というところから見てまいります。まず一つ目としての関門があります。これは外国語ということですよね。
ここでは英語、フランス語、ロシア語、スペイン語、中国語、韓国語、私は一つも喋れないんですけれども、そういうものが課せられています。それから学部成績による1段階目の選抜ということになりますね。で、英語についてはね、TOEIC や TOEFL の証明書が必要ということになって、東大を受験される方はね、いつかどこかの段階で TOEIC、TOEFL というものを受験しなければいけない。それも一つの試験対策ということになります。そしてこれが今のがね、1段階目の選抜ということなんですが、次に2段階目の選抜ということになります。これはね、未就者、既就者によって異なってくるということになります。まずは法学未就者、未就者に関しては小論文形式の総合問題が2題、それから1人10分程度の個別面接というものが課せられているということになります。まあ、これはこれでね、ちょっと法律とは別の対策が必要になってくるということになりますね。で、それから法学既修者の方々です。で、この方々はもう論述式試験というものが課されます。で、東大のね、この論述式試験というものに関しては公法系科目、まあ、憲法行政法、それから民事系科目、この中には民法、商法、民事訴訟法、それから刑事系科目、刑法、刑事訴訟法というものですね。ここからまあ1台ずつ出されて合計3台が出されるという、ちょっとね、特殊な出され方になっているということです。まあ、このあたりに関しても試験直前にね、いろんな方法でこの試験問題というのを見ていく必要があるかなと思います。中身に関してはこれ後でもねお話ししますけれども、これはね、いわゆるアガルトで言えば重要問題習得講座というね、短文事例問題集レベル、あとはできれば予備試験の過去問というのをやっておけばもうそれで必要にして十分かなという部分ではありますので、ご安心いただければと思います。ということで、そういったロースクール入試の合格者数や倍率、難易度というものを簡単に確認していきましょう。これは2024年度のデータということになるんですが、まず法学既修者に関しては出願者数が598名、非常に多くなってますよね。で、その中で合格者数は183名ということなので、倍率は 3.27 倍ということになっています。さあ、同じく2024年度の法学未修者のデータを見てまいりましょう。法学未修者に関しては出願者数は219名、その中で合格者数は61名ということになっています。で、こちらも倍率に引き直すと 3.59 倍ということですね。で、実質倍率というものは 3.35 倍ということで、その前の、ね、年度2023年度の倍率は 2.89 倍で、大学法科大学院の、ね、この倍率で見た難易度は前年より上昇しているところではあります。大体例年、ね、3倍ぐらいというのをよく聞くところではありますね。2022年度のデータではですね、全35法科大学院中10番目の倍率だったということなので、やはり入試難易度は高いというふうに言うことができます。まあ、もちろんその中でも、もう予備試験とかね、そういうものを受験されている方、かなりの実力者、中上級者の方も受験されることが、ね、ありますので、もっともっと難易度っていうのは実質的には高いと言えるのではないかなと思います。さあ、さらに東大ロースクール入試の攻略法について深掘りをしていきたいと思います。さあ、ロースクール入試ということで、ここではね、未就者試験、既就者試験あると思うんですけれども、受験者が最も多い、これをご覧の皆様の中でも多いと思いますけれども、法学既就者のみの解説をしていこうというふうに思っています。で、試験時間としては広報系科目、民事系科目、刑事系科目、それぞれ70分ということになっていて、ポケット6本が配布されるということになっています。これを前提に各科目これからお話をしていこうというふうに思います。さあ、まず広報系科目、憲法行政法を、ここから見ていきたいというふうに思います。近年はですね、広報系科目に関しては多数の小問からなる出題が続いているが、2022年度にはですね、憲法1問、行政法1問からなる出題がなされる年もあるということです。かなりですね、東大の広報系科目に関しては出題のされ方であったりとか内容で頭を悩ませるというところがあるかなとは思います。ただ皆さんね、皆さんが本番の時に東大のロースクールの広報系を解いてる時に、うわーって頭を悩ませる時あるでしょ。で、この時はあなただけではなくて、他の受験生全員が頭を悩ませてるんだということ、これはね、念頭に置いておいていただければというふうに思います。
さあ、さらに憲法をちょっと見ていきますね。憲法に関しては人権分野のみならず統治分野から出題される年度があります。これもね、各ロースクールよくあることではあるんですね。統治分野薄ね、ちょっと勉強薄い方もいらっしゃると思うんですけど、そこは頑張らないといけない。でさらに近年は統治分野からの出題が目立つので、統治分野についても主要文は学習しておきましょう。でさらにですね、複数の人権との関係で生じる問題点の検討を求める問題も出題されています。ですから憲法全体にわたる横断的理解を有しておく必要があるということになります。ちょっとね、やっぱ憲法に関しては毎年毎年うわーっとね、憲法できませんでしたという方、結構多く報告をいただくところではありますよね。これが憲法になります。さあ次、行政法です。行政法に関してはいろんな分野があるんですけれども、行政事件訴訟法からの出題が比較的多いということが言えるでしょう。でさらに裁量統制手法に関する問題のように、行政法総論部分に関する問題も出題ということです。まあ、よくある行政法の問題ですよね。やっぱり行政事件訴訟法、困った人がどういう形で問題を解決していくのかということを問うた後に、じゃあ実際その主張が認められるのかみたいなね、こういった問題が出題されるということです。ただ、さらに行政代執行法との関係も踏まえて論じることが必要となる問題とか、それから地方自治法の規定を踏まえて説明を求める問題も出題されています。なので、その出題範囲は幅広いと言って良いでしょう。さらに行政事件訴訟法分野に限っても、公告訴訟や当事者訴訟からの出題もなされています。ですから、全体をまんべんなく学習しておくことがやはり求められるということです。まあ、全体をまんべんなく学習するということは、皆さん予備試験の勉強をしっかりとその入試までにしておくということがとても大事です。もちろん地方自治法とかね、そういったものは予備試験になかなか出てこない部分があるんです。担当にもなかなか出てきづらい部分なんですけれども、そういった部分に関してはやっぱりみんなができない部分ではありますのでね、まずは予備試験の学習をしっかりとしていきましょうということになります。ということでまとめなんですけれども、憲法及び行政法のいずれについても反論を想定させるような形式での出題もなされているため、普段から多角的な視点を持って学習することが非常に必要になっています。この反論を想定させるっていうことに関しても、予備司法であったりとか、それからまあ司法試験でももちろんそういう問題も出ますし、アガルトで言えば重要問題周到講座のような短文事例問題集ですよね。この中にもよく出てくるところではあります。なので普段から反論というのは意識して勉強しておきましょうというのは間違いがありません。そして判例を踏まえさせる出題もされているため、基本判例や近似の裁判例については統治分野も含め押さえておくべき。これは憲法の話ですね。憲法統治分野で非常にね、重要な判例出ているところであります。判例変更されたような判例も出ているところではありますので、そういったものに関してはアンテナをしっかりと立てておく必要があるかなと思います。特に2022年度の入試においては、近年の重犯記載判例から出題がなされており、直近数年分の重要判例集ですね、重犯に関しては目を通しておくことが望ましいということです。ただまあそこまでね、なかなか回らないかなというところもあるかもしれません。予備試験ではそういったものが出ても、そこは合否の分かれ目にならないことが多いです。そこまでね、手が回ってないという方が多いですから。ただまあ東大ということに関して特化するのであれば、そういった部分に関してもフォローしておくのが望ましいかなということになります。以上が広報系の対策ということになります。さあ続きまして、民事系科目見ていきたいと思います。民事系科目に関しては、民法、商法、民事訴訟法という科目から構成されているんですけれどもね、やっぱりこれは試験の王様です。法律の試験の王様である民法に関しては毎年何らかの形で出題されていますけれども、商法や民事訴訟法は年度によっては出題がない場合もあるので、こういった傾向は頭の中に入れておく必要があるかなと思います。さあまず毎年出る民法です。民法に関しては様々な分野から出題がなされており、やはり全体についてまんべんなく学習しておく必要があるということですね。ただ、細かい内容が問われるということはなくですね、基本的な知識と思考方法を身につけていれば十分に対応可能な問題ということです。こういう問題に関してはですね、逆に書き負けというものが生じてくる可能性がありますので、やはり基本部分ですよね、短文事例問題集、重要問題集、等講座レベルのものに関しては確実にできるようにしておくことが必要であり、かつそれで足りるのではないかなという部分ではあります。で次に商法です。商法に関して出た場合は主に会社法から出題されるということになります。ただ、過去にはね、皆さんの嫌な手形法から出題された、年度もあるよということですよね。
ただまあ会社法に傾倒した、まあ、学習をするべきではなく、なるべくね手形法や商法相続証拠印を含めてまんべんなく学習をするべきではあるんですけれども、手形法に関してはねどんどん取材の、ね、可能性は少なくなってきてるかなっていうのがロースクールの全般的な傾向ですしね、それから予備試験や司法試験での傾向かなというふうには思います。やはり会社法というものを、まあのみというのはねちょっと問題があるかもしれませんけれども、会社法8、商法相続1、手形法1ぐらいのイメージを持っておいていただければいいんじゃないかなと思います。でこちらに関して、まあ、商法に関しても細かい事項は問われませんので、基本事項を中心に学習をしておきましょう。これが商法になります。で最後、民事訴訟法です。民事訴訟法に関しては複雑訴訟を含む民事訴訟法全体から出題、いやーですよね、複雑訴訟に関しては教科書や問題集の最後の方に書かれているもので、まあ、ロースクールによってはその複雑訴訟に関しては除くというのもあるんですけど、東大はそうはいきませんということでですね。ただしいずれも基本分野からの出題のため、主要な分野を中心に理解を深めておけば十分かなという部分ではあります。弁論主義とか規範力とかね、その基本事項が民事訴訟は難しいよというところではあるんですけれども、しっかりと普段からインプットの質を高めていく必要があるかなということになります。さあ、ということで民事系のまとめなんですけど、民事系ではね契約条項の解釈が絡むような出題、まあ、もう問題文に契約が書かれていてということですよね。でこれがどういう合理的意思なのかということを見せるような問題や、一般の受験生は知らないような判例をもとに出題がなされることも、まあ、場合によってはあるということです。なので、まあ基本的知識を前提に現場思考をさせる姿勢が大きく表れていると言ってもいいでしょうと。なので全体にわたる基本的な法理論は確実に抑えつつも、暗記にのみ頼るような勉強はやっぱり NG ということです。なので原則論を踏まえつつ、条文の趣旨に遡って考える力などを意識して考える勉強を普段から心がける必要があるということですね。でね、現場思考というと結構皆さんね、うわーってねもうビビってしまう方多くいらっしゃると思うんですけれども、現場思考の正体というのは要するに基本的な部分というのをしっかりとできた上で、それだとちょっとなんか妥当じゃない結論が出てくるような場合にどうあなたは考えますかということなんですね。でこの場合、そのあなたはどういうふうに応用の部分考えますかという手前の部分です。まずは基本部分からするとこうなるよということを示せば、実はそれだけで合格点なんですよ。でそこでやってしまうのは頭が真っ白になって基本事項をおろそかにして、いきなりその応用部分に飛びついてちょっと法律論も展開できずに、あるいは法律とはの三段論法という形が崩れて終わってしまうということがあるんですね。これが一番問題なんだということです。ですから現場思考を恐るるに足らず、結局合否の分かれ目というのは基本部分、重要問題習得講座レベルの知識なんだということは頭の中に入れておいていただければというふうに思います。あとは問題演習をやっぱりやっていくということです。特に、まあ、そうですね、予備試験の問題まだ手をつけられてない方は東大対策としてもやってみてもいいですし、場合によってはこの旧司法試験の問題、民法に関しては非常に難しいです。旧司法試験の問題は予備試験よりも難しいところがあります。そういったひねり対策です。知識を追いかけるのではなくて、どう頭の、ね、中で汗をかくかみたいな、本番でどういうふうにもがいていくかみたいな訓練をしていくことがとても大事なんじゃないかなと思います。さあ最後です。刑事系科目について見てまいりましょう。刑事系科目に関しては刑法、刑事訴訟法ということなんですが、例年設問1が刑法、そして設問2が刑事訴訟法からの出題ということなので、これは念頭に置いておく必要があるかなと思います。さあまず刑法です。刑法に関してもですね、基本的な事例問題からの出題であることが非常に多いです。そして最高裁判例の射程を問うような問題や、年度によっては発展的な出題もあるんですけれども、各罪のね、いわゆる構成要件、条文ですよね、これを丁寧に検討していけば合格水準を十分に超えることができますよ。ですからまずは各要件を丁寧に検討するという当然のことですよね。これに関しては予備試験、司法試験でも同じことが求められるということになります。これが刑法です。まあ、いわゆるオーソドックスな問題ということですね。そして刑事訴訟法です。こちらに関しては捜査法からの出題が比較的多いということですよね。
皆さん得意なのは捜査法、そして嫌なのは証拠法ということなんですけれども、この証拠法からの伝えもなされているところはありますが、捜査法の方が多いということです。で、当てはめ要素まで問題文に十分に記載されていることが多いので、基本的な法理論を踏まえた上で問題文中から法的に意味のある事実を適切に抽出し、評価を加えつつ当てはめをしていくこと、まあ、当たり前の当たり前みたいなことですよね。これも予備試験司法試験でも一番当てはめが多くなる、事実を使うのが多くなるのが刑事訴訟法といっても過言ではありません。ですから普段の勉強の成果というものを表す、いわゆる書き負けというものが生じることがあります。もう知識としては皆さんね、もうしっかりと勉強されている方多いんですけども、やっぱりそういう問題で差がつくのは法的三段論法の形であったりとか、事実をどう評価するか、どの事実をどの順番でどの分量を書いていくのか、こういったところが合否の分かれ目になりますからね、その部分に関してはしっかりと意識しておく必要があるかなと思います。さあ、ということでね、総じて刑事刑に関しては基本事項を正面から問う問題が多いです。で、判例を踏まえた法理論をもとに具体的事実に即して論じていく力を身につければ十分に対応することができますよということです。ただし他のですね、系統に比べて論じる内容が多くなる傾向にあるので、抽象論についてはコンパクトに留めるような意識、これはまあ試験対策としての意識ですよね。試験ですからね、70分の中でどれだけ点数を最大化するかというところから逃げられないところであります。満点は取ることはね、できませんからね。その中でいかに点数を最大化するかという意識は持っておいていくといいかなというふうに思います。さあ、これが刑事系の対策ということになります。はい、その他東京大学のね、法科大学の入試に関しての事項を確認しておきましょう。さあ、東京大学法科大学院ではね、科目ごとの試験ではなく系統ごとの試験のため、条文を適時する際には法令名を記載する必要があります。これはね、さっき見てきた通りの傾向です。さらにですね、もっともということで、東京大学の入学試験の答案用紙についてはマス目が存在しています。これもロースクールによってはあるところとないところがあるんですが、東大に関しては今のところマス目があります。ですから法令名をいちいち記載しているとスペース不足となる恐れがありますので、そういった部分の工夫というのは大事かなと思います。で、具体的には設問の見出し部分で、例えばですよ、例えば以下〇〇法について法名省略などと記載することで、それ以降の法令名をなるべく省略していくというようなテクニックもあるかなと思います。この法令名の出し方に関してはいろんな争いがあるところではあります。いろんな人がいろんなことを言います。全部ちゃんと法令名つけなさいとかね、いう方もいらっしゃるんですけれども、やはりこれは時間内の試験というところからは逃れられませんからね、点数をどう最大化するかという観点からは今のようなことをお勧め、します。で、さらにむやみに見出しをつけたり改行したりすることもなるべく控えた方がいいかなというところではありますね。ただまあ、それでもね、スペース不足に陥ってしまった場合は、まあ、最悪ね、マス目を無視した論述としても合否にそれ自体では影響はないとは思われるけれども、やはり危険ですよね。それが特定答案となってしまう可能性もなきにしもあらずということですから、やはり全体まず書き出す前からどのぐらいで自分は論述を終えることができるのかみたいな想定はしっかりとしておく必要があります。つまり答案構成ですよね。私もいつも答案構成の大事さっていうのはいつもお話ししているところではあるんですけれども、やはり書き出す前に何をどのぐらい書くのかというデザインをしっかりとしておく、これは忘れないようにしていただければというふうに思います。さあ、これまでですね、東京大学ロースクール法科大学院の特徴であったり、入試情報であったり、試験対策、いろいろお話ししてきたと思います。特に皆さんが気になるのはやはり傾向ですよね。その入試の出題傾向ということだったと思うんですけれども、総じてやっぱり見ていく限りはですね、やはり予備試験の勉強をしっかりとしておくということがとても大事になってくるかなと思います。特に東京大学法科大学院に関しては予備試験というものを受けて、でその後、まあ、あるいは論文式試験を受けた後に東京大学法科大学に入試を受けられるっていう方も結構多くいらっしゃるのもそうですし、それから、まあ、これは東京大学法科大学に限らずなんですけれども、この問題文の設問の形式とか作り方が予備試験に結構寄せてきているような傾向っていうのはあります。でそういった意味においても皆さんはこれからね、目指される方っていうのは予備試験で皆さんが何を勉強しているのか、これを意識しながら学習を進めていくことが最終的に東京大学法科大学院ロースクールの対策にもなるんだということは念頭に置いておいていただければというふうに思います。さあ、以上がですね、東京大学院法科大学院の特徴ということになります。
最後ですけれども、アガルートではですね、予備試験司法試験の公式 LINE というものもやっておりますので、ぜひぜひ登録していただければというふうに思います。 LINE 登録者だけが見れる限定動画やお得なクーポン情報などが登録するメリットというふうに、なっておりますので、どしどし登録してお友達になっていただければというふうに思います。さあ、以上で私の今回のお話は終わりになります。ご清聴ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございます。アガルート公式 LINE では YouTube 未公開の限定動画やお得なクーポンを配信中。詳しくは概要欄をチェック。